センターの、まあ、ライナー性の飛球、そしてショートゴロ、これが3回目のバッターボックスです。まあ、せっかくノーアウトのランナーを出したこの回だったんですが、ツーアウトまでなりました。なんとかねランナーをセカンドまで進めたかったんですが、これは打っていった、これはどうか、入ったかな、入ったかな、入った、ホームラン、ツーランホームランです。内川の第8号はツーランホームラン、逆転。レフトスタンドに突き刺さりました内川の大きなホームラン、ツーアウトからこの内川のツーランホームランで逆転に成功、4対3。このバッティングです。いや、軸の回転でうまく打ってますよね。いいボールですね。インコース低めのね、まっすぐツーシーム系のボールなんですよね。これをしっかりと打ってますね。その内川のツーランホームランで逆転に成功しました。金子、まあ、完璧に抑えていたんですが、ツーアウトからのこれ2点というのもホークスにとっては大きいですよね。大きいですね、はい、ホークスにとっては大きいですしね、オリックスとしてはね、はい、非常に痛いこのツーアウトからの失点ですね。はい、